熱海国際映画祭は2018年から静岡県熱海市で開催されている映画祭。長編、短編をはじめとする様々な作品を対象とする一方、口述する様々なトラブルが発生したことでも知られている。映画祭企画を業務目的とする映写によって持ち込まれた計画は2017年11月に存在が明らかとなり、 斉藤久志熱海市長他数名が12月4日に日本記者クラブで正式に発表した。グランプリ賞金100万円、小崎紅葉生誕150周年記念として、熱海市、イオンエンターテイメント、スカパーブロードキャスティング、A 社の主催、富山国際映画サイトエキュ、ヨーロッパ映画サイトの連携、MOA 美術館、あた芸域鍵盤カブレインジ 市内宿泊施設を会場とし、レッドカーペットをホテルニューアカオで催すことが発表された。応募作品から20作品に絞り込んで上映し、これに招待作品3から5本を加え、さらに特別部門を設けた。審査基準で脚本の質を重要視し、最優秀脚本賞は小崎紅葉にちなみ、紅葉賞と名付けられた。 開催期間中は、業界エキスパートによるワークショップ、上映後の映画監督との質疑応答、セミナー、交流イベントも行われる予定であった。受賞作品は、首都圏、大阪、及び名古屋の4シネマにて上映が予定された。だが、熱海市議会においては、当初より、市長の出席は11月に示された、補正予算成立前であることが指摘されており、 さらに記者会見後に開かれた、市議会では主催の一つ A 社が、ペーパーカンパニーではないかとする疑惑、イオンエンターテイメントとスカパーの主催として、正式参加への疑い、準備期間不足、会場の確保、過大な集客、収入見込みへの懸念などが示されたが、可決され、予算500万円が拒出されることとなった。これとは別に、映画祭の希望的に上映作品数が課題である。 ことも指摘されていた。2018年3月には、ボランティアの募集を開始した。4月、主催に、全日空商事が加わったアトミ国際映画祭、実行委員会は、レッドカーペットの、世界救世協救世会館ホールへの変更と4月17日時点での、応募総数が1156作品に達したことを、公表した。5月15日の締め切り時点で、 応募総数は1479作品、提携先も上海国際映画祭、シンガポール国際映画祭、レインダンス映画祭を加えたいつつとなった。だが、実行委員会は5月末の段階で1508作品から32作品を絞り込み80作品の上映予定を立てたものの、掲示物の準備もできず、時間、会場も決まらないなど準備が十分ではないことが報じられた。 6月に、熱海市は、文化庁からの補助金を財源に、予算1,500万円を計上した。開催直前となっても、周知の遅れの影響で、全売券の販売は1000枚と想定外の状況を、きたしていた。グランプリ受賞作は、全日空の国際線でも上映されることが明らかとなっていた。6月28日から7月1日にかけて、開催され、グランプリは、 ザ・レセプショニストが獲得した。入場者は、目標の半分である延べ5160人に止まり、告知不足が指摘された。その後、市長と A 社代表の公により9月に発表された。赤字は61万円に止まり、次回の開催へつながることになった。2019年3月11日、熱海市議会観光建設公営企業委員会にて、第二回の開催が発表された。 だが、5月10日に、第1回の900万円を超える赤字が発覚。これにより事態は一変することになる。20日、斉藤栄一長と孔は共同会見を行い、実際の赤字がスカパーへの1000万円をはじめとする1465万円で、あること、グランプリ賞金が未払いであること等を公表した。同時に実行委員会の構成が変更され、伊藤園、ホテルズ、 ホテルサンミクラブ、アルゴピクチャーズが加わり前年の4エンターテイメント、スカパー、全日空商事は離れることが明らかとなり、1234作品の応募を得て新体制で第2回開催へ向けて指導することも判明した。しかし、27日に熱海市と実質的に映画祭運営を行う A は決裂。斎藤はこうを解任と発表し、熱海市による 独自開催を発表した。これは、実行委員会を介したものではなく、独断によるものであり、公の金銭支払い要求に対して斉藤は、公より強括を受けたと主張、支線弁護士を立てて争う姿勢を見せたものである。しかし、実行委員会に図らずに解任を主張する斉藤の主張は公に無視され、金銭支払い要求も、拠出費用の回収であると主張、両者の主張は、 平行線であった。金銭支払い要求については、A 社が熱海市に負担をかけないとする確認書が15日に差し入れられており、斎藤はこれを強括の根拠としたが、公は訴求公であると非難した。当時応募作品は実行委員会が管理しており、審査委員も実行委員会が集めていた。熱海市側は作品の引き渡しを要求したが、22日に、 代償として660万円を要求され、斉藤は24日に解任を決めた。また、熱海市が支出した500万円と文化庁の補助金1250万円の返還も求めた。引き渡しを拒否された熱海市は単独での独自開催を、基年し、A 社で作品を管理していた、アメリカ人大津から得た作品リストをもとに交渉する予定であったが、 実現性に乏しいことが指摘されていた。6月4日、自主開催を表明していた熱海市は出品者との連絡を取らず、オツとの交渉が不調に終わり、熱海市は開催を断念して実行委員会から離脱した。合わせて文化庁への補助金申請の取り下げと支出済みとする500万円の返還を求めたが、公は補助金申請の窓口業務を引き続き要求するとした。 10日には静岡県が助成金350万円を不採択としていたことが明らかとなった。決裂により、熱海市、静岡県、文化庁という収入源を失った実行委員会は東京他での開催も模索したが、6月19日に実行委員会単独による熱海市内での開催が決定した。28日の開催まで10日起きるという状況で、 先行通過作から10作品の事態が発生し、上映作品は32作品に止まることになった。実行委員会は24日に開催概要を発表した。第2回への動きが進む中22日には、第1回の収入見込みのうち、全日空とンシネマの上映料450万円が、機内上映は行われず、ンシネマも予定より縮小した上映実績、 見込みとあって、実績とは大きく異なることが明らかとなった。一方、熱海市と映画祭、実行委員会との関わりは、熱海市議会で追及を受けた。20日、市議会で、斎藤は、第三者委員会設置を表明した。22日、熱海市議会で、第1回に投入した金額が無断で650万円に、 増額されていたことが指摘されたが、これは文化庁の補助金が当初の予想を150万円下回る1350万円であることが原因で差額を穴埋めしたものであった。25日には第1回の関係者より民事訴訟が A 社と市の双方を被告に起こされていたことが判明。これを受けて98条委員会を検討していた市議会は設置を見送ることとなった。 第三者委員会は7月16日に設置された。28日、普る覚各に年の上映により、開幕、同日熱海市は補助金申請の取り下げを発表した。1日に閉幕したが、経費こそ400万円台に抑えたものの、入場者のべ550人、内有料入場者121人に止まった。2018年6月28日から7月1日に、 かけて行われた。レッドカーペットは予定通り行われた。有料での上映以外にコンサート、トークショー、無料上映なども催された。81作品が上映され、その中には、袴大和を取り上げた48イヤーズ沈黙の独裁者や、後にヒット作となったカメラを止めるな、などがあった。審査結果カテゴリーは長編、短編、 インディペンデント、学生、VR となった。トラブルが続いた結果、最終的に長編短編合わせて32作品が上映された。レッドカーペットは菊も角で行われたが、実行委員会の準備不足を露呈することになった。準備不足は上映にも反映され、映画祭は数々の問題点を残して閉幕した。審査結果4月の段階では縮小とはされておらず、 後に、名古屋他での公開予定が明らかとなったが、その後も、全国公開予定とされている。ABCDE、熱海国際映画祭は良質なストーリーを重視した作品を、国内外から募る。映画 .com、2019年7月5日閲覧。AB 松本洋次、編集室、熱海国際映画祭、不安材料満載で出向ペーパー会社疑惑も、 アタミネット新聞2019年7月5日閲覧文化アタミ国際映画祭来年6月28日からアタミ中がシネコンにアタミネット新聞2019年7月5日閲覧 ABC 静岡町ごとシネコン映像文化発信アタミ国際映画祭朝日新聞2019年7月5日閲覧 ABC 市政、映画祭を通じて、世界のリゾートに、熱海国際映画祭概要発表。熱海ネット新聞、2019年7月5日閲覧。AB、アバウト。熱海国際映画祭実行委員会。2019年7月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年7月5日閲覧。松本洋次。肉眼心眼。 熱海国際映画祭の記者会見、市長の出席に議会が待った。熱海ネット新聞、2019年7月5日閲覧。募集、熱海映画祭、ボランティアスタッフ募集熱会の魅力を世界に発信。熱海ネット新聞、2019年7月5日閲覧。松本陽次、姿勢、開催会場や審査員を、発表17日に、記者会見。 熱海国際映画祭。熱海ネット新聞。2019年7月5日閲覧。松本洋次世界から1156本の応募レッドカーペットは、旧性会館熱海国際映画祭。熱海ネット新聞。2019年7月5日閲覧。クリップボード。熱海国際映画祭初開催来月28日から。産経新聞。 2019年7月5日閲覧。準備遅れ。しやきもき。熱海国際映画祭開催まで1ヶ月。中日新聞。2019年7月5日閲覧。松本洋次。初日レッドカーペットに、板野智美、飯島直子。熱海国際映画祭ニュース。熱海ネット新聞。2019年7月5日閲覧。 熱海市平成30年6月定例会6月1日から015。熱海市議会。2019年7月5日閲覧。松本陽次、高橋幸雄議員。伊沢智一議員を。勤続15年表彰。全国市議会議長会。熱海ネット新聞。2019年7月5日閲覧。平成30年6月定例会審議結果。熱海市議会。 2019年7月5日閲覧。松本洋次1万人動員トークチケット販売苦戦。前売り目標の1割程度。熱海国際映画祭。熱海ネット新聞。2019年7月5日閲覧。村野栄一。神奈川日本のハリウッドに熱海国際映画祭28日開幕。朝日新聞。2019年7月5日閲覧。村野栄一。 静岡映像文化を楽しむ街を体験。熱海国際映画祭。朝日新聞。2019年7月5日閲覧。AB 中谷秀樹。熱海映画祭のべ入場者5160人。中日新聞。2019年7月5日閲覧。松本洋二。熱海映画祭。来年も継続へ。斉藤栄一長が会見ブランドイメージアップに必要。 熱海ネット新聞、2019年7月5日閲覧。熱海国際映画祭継続へ、初回赤字、運営反省点も。静岡新聞、2019年7月5日閲覧。熱海市平成31年観光建設公営企業委員会3月11日から01号。熱海市議会、2019年7月5日閲覧。松本陽次 6月28日から7月1日に第2回熱海映画祭レッドカーペットは熱海後楽園ホテルで熱海ネット新聞2019年7月5日閲覧熱海国際映画祭6月28日に開幕静岡新聞2019年7月5日閲覧第1回熱海国際映画祭不祭実は900万円超熱海新聞 中谷秀樹。昨年初開催の熱海映画祭。赤字900万円帳。中日新聞。2019年7月5日閲覧。熱海映画祭。赤字1465万円追加未払い膨らむ。静岡新聞。2019年7月5日閲覧。AB 松本洋次、 最終赤字1465万円実行委が謝罪第2回熱海国際映画祭は予定通り開催。熱海ネット新聞。2019年7月5日閲覧。ABCD 松本洋次。同日ほどで2つの熱海国際映画祭主が独自開催表明、実行委員会を排除。熱海ネット新聞。2019年7月5日閲覧。ABC どうなる アタミ国際映画祭祀と事業者の対立収束めど、立たず。産経新聞。2019年7月5日閲覧。ABCD、内紛、アタミ映画祭費用負担めぐり視聴工作。静岡新聞。2019年7月5日閲覧。アタミ市が開催工程表のミネート映画作品に再出品要請。審査員も一新。アタミネット新聞。 2019年7月5日閲覧。A.B. 中谷秀樹。熱海市。作品確保できず映画祭開催を断念。中日新聞。2019年7月5日閲覧。中谷秀樹。市長。開催中止も死者熱海映画祭。中日新聞。2019年7月5日閲覧。熱海映画祭券の助成金は、不採択開催に暗雲開幕まで半月切って、 テレビ静岡 FNN2019 年6月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月5日閲覧熱海国際映画祭上映を市外に変更も開幕まで2週間なお混迷静岡新聞2019年7月5日閲覧熱海国際映画祭都内開催案浮上すでに市内ホテルを一部キャンセル熱海ネット新聞 2019年7月5日閲覧。熱海市で熱海国際映画祭開催。伊豆新聞。2019年7月5日閲覧。熱海国際映画祭について運営会社が会場の一部と審査員など詳細を発表。伊豆新聞。2019年7月5日閲覧。AB 市の負担金500万円のはずが実際は650万円。市議会で 米山氏が指摘。アタミネット新聞。2019年7月5日閲覧。ロンドンの不法風俗店で働くアジア系移民の闇。イギリス、台湾の合作映画が公開。映画ナトリー。2019年7月15日閲覧。映画、ザ・レセプショニスト。ガチンコフィルム。2019年7月15日閲覧。迫りくる、現実、移民の闇とそこにある。 伊丹、移民大国日本への継承化。台湾の女性監督が描く、衝撃作、ザ・レセプショニスト全国公開決定。シネフィル。2019年7月15日閲覧。熱海国際映画祭、第三者委員会設置へ。伊豆新聞。2019年7月5日閲覧。熱海国際映画祭、協力企業にの運営会社と熱海指定訴されていた。伊豆新聞。 2019年7月5日閲覧。熱海市議会が6月定例会第3回議会、運営委員会。伊豆新聞。2019年7月5日閲覧。市議会、特別委員会の設置先送り熱海交際映画祭、訴訟開始で。熱海ネット新聞。2019年7月5日閲覧。熱海国際映画祭、第3社員を設置。静岡。毎日新聞。 2019年7月20日閲覧。熱海国際映画祭が開幕1日まで運営会社が独自実施。静岡新聞。2019年7月5日閲覧。熱海市が映画祭の文化庁への補助金、申請取り下げを発表。伊豆新聞。2019年7月5日閲覧。熱海国際映画祭、曲折経て、閉幕しと対立、課題三席で先見えず。 静岡新聞、2019年7月5日閲覧。第2回熱海国際映画祭が、グランプリ作品を、上演会を終えて閉幕。伊豆新聞、2019年7月5日閲覧。熱海国際映画祭が、開幕、80作品を上映。日本経済新聞、2019年7月5日閲覧。AB、熱海映画祭に、パクシフやイ野の美ら。 当団ゆきさだいさおほうじのによるトークも、映画ナトリー、2019年7月5日閲覧。熱海国際映画祭が、閉幕最高賞は、ザ・レセプショニスト・袴田元被告のドキュメンタリーも特別、賞、スナイリ監督、難しい映画だったと考え。テレビ静岡、2019年7月5日閲覧。2018、セレクションインターナショナルコンペティション部門長編。 熱海国際映画祭実行委員会2019年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月5日閲覧受賞結果熱海国際映画祭実行委員会2019年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月5日閲覧第2回熱海国際映画祭が開幕伊豆新聞 2019年7月5日閲覧。A.B. 前代未聞の対立劇演じた、熱海国際映画祭へ行ってきた、審査員、桃井香織、おきいしレッドカーペットにも笑顔。映画ドットコム。2019年7月5日閲覧。A.B. 平辻哲也。カンヌのようになれたはずが、第2回熱海国際が、もったいない映画祭となったわけ。 エンカウント2019年7月5日閲覧アワードアタミ国際映画祭実行委員会2019年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月5日閲覧スキャンダル化した第2回アタミ国際映画祭グランプリはウクライナの気鋭の女性監督のミュージカルハットセルカクセニア監督賞は上西雄大監督一くずに決定 シネフィル。2019年7月5日閲覧。ウクライナ映画が熱海国際映画祭でグランプリ受賞。ウクルインフォルム。2019年7月5日閲覧。ありがとうございます。